ポーハタン州長、ポーハタン州長、ポーハタン州長、ワフンセナカウ、またはワフンスナコック、砂五1545年6月17日頃、スろ -1618 年頃は、ポーハタン族インディアンの州長。この州長の名前として用いられている、ポーハタンは、もともとこの州長が住んでいた集落の一つの名前であり、その集落は、 現在のバージニア州リッチモンド市東端にあった。また隣接するかは、現在のジェームズ川の名前でもあった。バージニア海岸部の部族の大半との同盟で、強力な連邦を築いた働きに鑑み、ポーハタンを名乗った。また名前の発音であるが、17世紀の英語は、綴り方が標準化されていなかったため、ポーハタン族の話すワルゴンキン語ーと表現するとき、 同じ言葉が様々な綴り方で表現されて混乱を招いた。初期の植民受け追い人だったジョン・スミスによる1622年以降の報告書の中では多くのバリエーションが使われている。19世紀の著作家、チャールズ・ダドリー・ワーナーはポカホンタスに関するその随筆の中でスミスの報告書をもとに1618年、偉大なるポーハタンは展示を抹うし、 戦いと人生の野蛮な喜びに満足して死んだ。彼は多くの名前と称号を持っていた。部族の者たちは時としてオッタニアックと呼び、時としてママウアトニックと呼んだが、彼の前では大抵ワフンセナソークと呼んだ。と、別詞と偏見もあらわにこの酋長の名を推測している。ジョン・スミスはバージニアで起こった事件や事故と、それらに関する真実の中で、 ポーハタン集長について次のように記述している。インディアンを別紙もあらわに裸の野蛮人、ネイキッドサベージと称しているジョン・スミスはこの文章の中でポーハタン集長を皇帝と呼んでいるが、これはインディアンの社会システムを全く理解していないスミスの思い込み勘違いである。ポーハタンの社会はロングハウスを議会中心とした抗議性であり、 独人性の主張や王は存在しない。そもそもインディアンの酋長は部族の調停役であり階級など存在しない。火の両側に酋長が並んでいるのはロングハウスで連座の講義を行っているからである。ノーマンウッドはその著書、有名な酋長の生活、1906年の中で初期の入植時のイギリス人の報告をもとにこの酋長について説明している。それは 背が高く、金星が取れており、低唱者の外観がある。頭はいくらか灰色で、髭は薄くてないように見える。年は60歳、近い、大変有能で、たくましい体をしており、いかなる労働にも耐えられる。というものである。ポーハタン州長は、ポカホンタスの父である。イギリス人が初めて海を渡って、インディアンたちの土地にやってきた当時、 現在のバージニア州海岸部にあたるテナコマか人口密度の高い土地という意味に住んでいた。ポーハタン州長らポーハタン族は白人を艦隊し、聖なるパイプの儀式を行って和平条廷を結び、彼らを兄弟として迎え入れた。ポーハタンの生涯について、イギリス人植民者が1607年に上陸する以前のことはほとんど知られていない。 明らかに四内市6部族の酋長を認じたものであり、リッチモンドに近い幕府船を拠点に、外交と朝廷力によって、17世紀初期には約30部族を統合した、ポーハタン連邦の中心にいた。この連邦には1万人内市1万5000人の民がいたと推定されている。1609年1月、ジェームズタウン植民受けを委任の一人である、イギリス軍人、 ジョン・スミスによると、植民地で冬を迎えて、飢餓状態になった、イギリス人に食料を供給してもらうことと引き換えに、防波ン集長のために、英国式の家をウェロコモコの集落に建てさせる、約束をしたと報告書に書いている。これはインディアンから見ると、大いなる神秘のもとに、聖なるパイプで和平の儀を行った白い兄弟たちが、腹をすかし、食べ物を分けてくれと言ってきたのでそうした。 白い兄弟たちはそのお返しに見たこともない立派な家を州長に送ったということである。調停者であるポーハタン州長は白人のために村人たちから食料を分けてもらうために尽力したわけである。しかしスミスがポーハタン州長のために家を建ててやるために大工たちと予定地に至るいた頃には陰謀が進行中で白人とインディアン双方で 殺し合いいいの機会を狙っていたという。ジョン・スミスはインディアンを利用し、国旗使いたがる評判のホら武器だった。現在のポーハタン族はスミスを詐欺師と呼んでいる。スミスのこの逸話にある1609年といえば、ポーハタン族はイギリス人と和平の朝廷を結んだ後であり、彼らが陰謀を企む理由がない。スミスの報告書によると、スミスらは続いて、オペちゃん叶う。 公破炭州長の末程への住む集落に進んだ。スミスは拳銃をオペチャンカナウ州長に突きつけ、これを人質とし、州長を殺されたくなかったら、トウモロコシを二十トン持って来いと脅迫した。スミスはあくまでも州長を族長だと思い込んでいるから、このような実力者に対する武力行使で部族を支配しようとしているのである。しかしインディアンの社会は大いなる神秘のも 神羅万象が平等な世界であり、支配だとか、命令という文化がない。スミスはこの時点で和平協定を破り、聖なるパイプの誓いを破っているのである。インディアンたちは白い兄弟のために食べ物を分け与えているのに、彼らは食べ物すべてをよこせと言ってきたのである。スミスがウェローコモコに戻ってみると、英国式の家は建設途中で、放棄されていた。大工である。 ドイツ人たちは、ポーハタン族側に脱走していた。ポーハタン族は彼らの会議場である、ロングハウスを、約80キロメートル西の地下ホミニー川源流の湿地にあるオラパケスに建てた。要するに、聖なるパイプの誓いを破った、イギリス人を避けて、ポーハタン族は逃げたのである。ポーハタン州長らは1611年から1614年の、 いずれかの時点で弟のオペチャンカナウが所属しているヨータヌンドの集落近くにあるさらに北のマトチャットへ集落を移動した。ポーハタン州長は誓いを破り侵略を拡大する白人に次のような言葉を投げかけている。スミスが1609年にバージニアを離れた時までに脆い平和は壊れていた。白人入植者は平気な顔で和平の誓いを破り、 インディアンの土地に勝手に農地を広げ、彼らを追い出した。土地をめぐる紛争は、第一次、アングロ・ポーハタン戦争につながったが、さらに、イギリス人植民地は、ジェームズタウンを越え、ポーハタン族の領土に拡大を続けていた。ポーハタン連邦の中の士族であるケコウタン族と、パスパ兵族の二つの士族は事実上戦争初期に、崩壊した。 イギリス人侵略者が彼らの集落を破壊し、徹底的に虐殺したからである。イギリス人はヘンリカスに根じろうを持っていた。ポーハタン族はジェームズ川上流のイギリス人入植者に対抗して、カッカローの粘った乳を交渉者に派遣した。しかし交渉は決裂した。侵略者の要求はあくまでも土地の高級的な戦友であり、 土地は共有されるものであるというインディアンの考えと相反したのである。イギリス人は彼らのものになった土地に侵入したインディアンを片っ端から殺した。白人たちはアングロポーハタン戦争でポーハタン州長が戦いを指揮したとしているが、これは全くの誤りである。インディアンの社会に戦いを指揮する個人は存在しない。イギリス人はインディアンを 拉致監禁して脅迫を繰り返した。インディアンたちも侵略者のこのやり方を真似してイギリス人を拉致連行した。1613年、イギリス人たちはポーハタン州長をポーハタン族の支配者だと勘違いしていたから、その娘を誘拐して脅迫すれば、部族を意のままにできるだろうと、州長の娘、ポカ・ホンタスを拉致監禁し、 イギリス人捕虜の解放、盗まれた武器の返還、トウモロコシによる多額の賠償の支払いという法外な条件をポーハタン族に押し付けた。やむなくポーハタン州長は再び和平交渉を求めた。イギリス人相手では絶対不可侵のはずの和平の誓いを何度でも結び直さなくてはならなかったのである。拉致監禁中にポカホンタスが解放の条件として、 イギリス人タバコ業者で男やもめのジョン・ロルフと1614年に結婚したことで再び和平が結び直された。一方、イギリス人は和平の誓いを無視してジェームズ川の川岸に沿って植民地の拡大を続けた。年老いたポーハタンの晩年は無力だったと言われ、年老いたポーハタン州長に代わって末の弟のオペチャンカナウが調停者となった。 1618年、死去。意外はその弟、オペチャンカナウによって埋葬された。バージニア州のパムンキー・インディアン保留地にある墳墓,墓が、ポーハタン州長の墓ではないかと言われている。ポーハタン州長正去後、弟のオピチチャパムが州長になった。しかし、この時の朝廷者としての実績は一番下の弟、オペチャンカナウにあった。1622年に、ポーハタン族は、 ジェームズタウンの虐殺を決行し、対侵略戦争の火蓋を切った。ポーハタン族のイギリス人入植者をバージニアから追い出そうとする。試みはイギリス軍からの民族浄化によって、最終的にはポーハタン族が絶滅に瀕することになった。ジョン・スミスはイギリスに戻った1624年になって、突然、1607年12月、 ポーハタン州長の弟であるオッペちゃんカナウラの資料遠征隊に捕らえられ、ヨーク川沿いにあったポーハタン族の村であ、ベローコモコに連行された。ここで百叩きの刑で殺されるところを、ポーハタン州長の幼い娘であるポカホンタスが命乞いの懇願をしてくれたおかげで、その父であるポーハタン州長は、この処刑をやめさせたと不意調し始めた。しかし、 スミスが1608年と1612年にロンドン議会に提出した報告書ではこの意卒に全く触れておらず多くの歴史家はその真実性に疑問を投げかけてきたこの処刑は部族の中にスミスを受け入れるための儀式だったと考える者もいるまたこの武勇伝の元ネタはすでにこの報告の半世紀前に南東アメリカで略奪業を行った スペイン人のルナンドで外の見聞録の中に見られるものである。スミスは、ポーハタン州長が彼の処刑を命じたと書いているが、そもそもインディアンの州長は、指導者ではなく、また、インディアン社会に処刑を命じるような権力者はいない。また、これが儀式だったとすれば、これを取り仕切るのは呪い師であって、州長ではない。ポーハタン州長が部族民に、スミスの処刑を、 命令するというのもインディアンの社会ルールらしいて不自然である。また、イギリス人が1607年にポーハタン領土を侵犯して上陸したすぐ後に、ポーハタン族は和平の儀式を交わしており、彼らがこのような拉致連行を行う理由がない。実際に、インディアンたちは彼らの共有文化に則っ,って侵略者たちに気前よく贈り物をし、食料を分け与えているのである。 また、どんな儀式であろうと、幼い子供の参加は許されていない。当時10歳程度のポカホンタスがその場にいたという、こと自体がありえない話である。要するにスミスはステレオタイプな思い込みだけで、インディアンの社会を解釈し、自らの立身出世のために、このような作り話を捏造したのである。ポーハタン族は、自身の公式サイトで、この、スミスの逸話を、 根拠のない作り話と断定している。現在のグロスター郡にある、ウィコミコと呼ばれる村では、伝統的にポーハタン族の煙突と、建物の一部とされている遺跡の再現物があり、ポーハタンの煙突と呼ばれている。しかし、2003年以降バージニア州政府役人や、研究者たちは、ベローコモコがあった場所はもっと西のヨーク川沿い、パータンベイのところだと結論付けた。 考古学者たちは、西暦1200年頃と考えられる、大きな集落跡と、同1400年頃とされる、ともり工作物、さらには1600年代初期に、イギリス人と交流した可能性を示す、ヨーロッパ製品を含め多くの人工ものを見つけてきた。2006年、ベローコモコ考古学遺跡は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。発掘は、 ウィリアムメアリー大学の指導するチームで続けられている。ポーハタン軍は、ポーハタン族の領土からいくらか、西にあるが、ポーハタン州長とその部族にちなんで名付けられた。また、リッチモンド独立市で、ポーハタンヒルは、ポーハタン州長たちの州があった場所に近いと考えられている。ポーハタン族の大集落として、ここには、パラハント、あるいはタンクスポーハタン。 小さいポーハタンと呼ばれた州長がいた。彼に初めて会ったイギリス人は彼を大ポーハタンであると勘違いした。この混乱は今日でも続いている。ポーハタン州長のいた集落、ベローコモコはバージニア州クロスター郡にあったと見られていて、考古学調査が盛んに行われており、現在アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 オックスフォードのアシモリン博物館には、防波ンのマントと呼ばれる、貝殻模様と肖像で飾られた鹿革のマント、ケープが収蔵されている。このケープは、防波ン集長の持ち物だったと言われているが、その実証には疑問が持たれている。このケープは確かに、ヨーロッパの収集品の中で現存する、北米入植初期の加工品の一つで、多くの貴重な、 北米産の貝殻ビーズで加工されているので、周りから尊敬を集めたインディアンのものであったことは、間違いない。ポーハタン州長は、娘のポカホンタスが、イギリス人植民者、ジョン・ロルフと結婚したことで、その一子トマス・ロルフの祖父になった。このトーマスは、ロルフの実の子供ではない。トーマスの実の父親は、ロルフの上司のトーマス・デール教と見られている。 イギリス人とバージニアインディアンの血筋を引く、この子孫はバージニアの第一家族集団の一つ、ロルフ家となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。